クラシコデル・アスティジェーロ、またはクラシコ・エクアトリアーノは、エクアドルのグア・ヤキルに、本拠地を置く、サッカークラブである、バルセロナ・ SC と CS エメレクの間で行われる、ローカルダービーのことである。エクアドルで、最も歴史があり、最も重要なダービーである。パルティード・インモルタル・デル・フトボール・エクアトリアーノと呼ばれる、こともある。バルセロナとエメレクは、古くからのライバルである。 1943年8月22日、グアヤキル選手権の試合で初のダービーが行われ、ロスタイムにペドロ・ビジャルダが決勝点を挙げたバルセロナがエメレクを4-3で下した。エメレクのフォワード陣のシュートが何度も何度もポストを叩いたため、この試合はポストのダービーとして記憶されている。1948年、この対戦に対してエル・ニベルソ氏が クラシコデル・アスティジェーロという名称をつけた。グアヤ・キルはエクアドル最大の港湾都市であり、特に造船業で知られている。1990年はダービーの歴史において特別な都市であり、バルセロナはコパリベルタ・ドーレス準々決勝でエメレコを下して準決勝に駒を進めた。国際サッカー連盟によって世界で最も白熱するダービーの一つであると、 認識されている。2006年4月30日、エメレクのホームスタジアムであるエスタディオ・ジョージ・カプーエルでその年2度目のダービーが行われた。前半を終えて、エメレクが3から0とリードしていたが、後半が始まってから、サンマルティンスタンドに陣取っていたバルセロナのスル・オスクーラが暴動を起こした。手始めに彼らは物をピッチに投げ入れ、 そのうちの一つが当たった腹心が負傷。次に彼らは広告看板を壊し、さらにはラジオ放送ブースに侵入してラジオ局の所有物を略奪し、前代未聞の集体をさらした。する、オスクーラが陣取る座席近くに座っていた一般の観客は監修の騒乱を避けるためにピッチに逃げ込むと40人が負傷して9人の逮捕者が出た。 試合は中断され、翌日に無観客の状態で再開するよう命じられた。翌日に再開された試合では、バルセロナが2点を追加したが、エメレクが3から2で逃げ切った。バルセロナが、エメレクと対戦する際、する、オスクーラは常に、エルキャプエルロデストローセ、ロデストローセ、ロデストローセというチャントを歌う。2007年9月16日に、 エスタディオモニュメンタルイシドロロメロカルボで行われたダービーの試合開始20分前、家族と共に観戦に来ていたエメレクスサポーターの11歳の少年に発煙筒が直撃。するオスクーラが陣取る南側スタンドから投げ込まれたものだった。発煙筒は少年の胸部を直撃し、肺や心臓を損傷して死去した。試合はそのまま開始されて、 エメレクのホルヘラディネスが先制点を挙げたが、エメレクが1から0でリードしていた前半10分に中断延期された。このダービーはエクアドル国内だけでなく国外のサッカーファンをも夢中にさせている。これに目をつけた映画制作会社のフィルマドーラ・パン・アメリカーナは1973年にエル・デレーチョ・デ・ロス・ポブレスというタイトルの映画を制作し、 スペイン人俳優のエンリケランバル、メキシコ人俳優のエンリケロチャ、歴代最高のエクアドル人、サッカー選手とみなされているアルベルト・スペンセルなどが出演した。ありがとうございます。